ちょっとまだ悩んでる車両2台あるんで す,、ね、んです。ザリとスーパーフォア。おこの頭金というか、そう、そのお金をちょっと、うん、できたらいいですね。頭金にならないかもしれないな。でも頑張りましょう。頑張りましょう。はい、皆さんこんにちは。世田谷ベースゆーチャンネル始まります。今日はですね、僕も納車です。決まったんですか？決まった。なるほど。ついに決めた。ただ資金が足りません。はい、いやいや、21万円ですね。ありがとうございます。早いじゃないですか。大丈夫。そう、納車、納車は多分ちょっと多い金で済んだと思うんですよ。はい、ちょっとの多い金でね。はい、多分ね。俺の場合は20でしょ。はい、これだけのものを買うってことは何か犠牲にしていかないと、うん、どっかでこう節約しないと、うん、やっぱ買えないと思うんですよね。結構ゆうちょさん、あの吸うじゃないですか、タバコ。吸うよね。今高いっすね、本当に。高いのよ、うん、580円。はい、それをね、1日1箱それを30日吸うといくらよ、うん、ほら、この値段ですよ。はい、それをローンに当てれば、うん、やっぱ少しは楽に使えますもんね。じゃあやっぱやめましょう。これね、もらいます。はい、わかりました。これやっぱ体調もちょっと崩されて、うん、もうバイクも買うこのタイミングでやめるのがチャンスだと思います。そうだね。はい、はい、じゃあそういうことで、はい、バイク見に行きます。行きましょう。行きましょう。はい、はい、じゃあ今その手に持ってるものは何すか？今さっきやめるって言ったじゃないですか。未来君に渡したのがどれだっけ？いや、これです。これこれこれ、ええ、2個持ってたんかい。バレた。バレましたよ。すいません、ええ、じゃあこれとりあえず置いて、はい、置いて、まずね、はい、あ、ちょっと待ってください、はい、もう持ってないですか？出してください。ミカ、ミカ。いや、ミカ。ミカ。そう、もう僕が持ってるミカンを全て、あの高野社長にあげたんだけど、やっぱ3つだけね、食べたいなと思って。なるほど。はい、あとは、あと大丈夫です、大丈夫です、申し訳ありません。それで、もういつもお世話になってるもう高野社長、はい、よろしくお願いします。オークションもいろいろありがとうございました。ありがとうございます。あの今カメラマンのね、あの未来君と、はい、あのバイクを買うにあたっては、ゆちおさんバイク買うんだから、はい、ね、そこら辺をちょっとやめなさいって言われて、はい、今全部募集されました。みかん3個にアイコス2個、はい、これは僕が。え、高野社長もやめるんですか？いや、とりあえず置いとこうか。やめないんかい。全然やめない。ね、いや、もうめちゃくちゃニヤニヤが止まんないですね。一応ね、自分の気持ちをまとめると、はい、全部お金払うからっつって新車で唯一買ったバイクが CB スーパーフォアの黄色だったんです、はい、だからやっぱりその思い入れがあるから、やっぱりスーパーフォア乗りたいなと。はい、僕あの動画でも追ってますけど、ザリとスーパーフォア悩んでると、はい、後ろナンバー見てください。もう納車してます。はい、世田谷ナンバーしっかりしっかりついてる。それで見てください、世田谷ナンバー。あれ、こっちのバイクは世田谷ナンバー。はい、え、え、私2台。え、マジですか？え、本当ですか？これは、はい、あの価格で言うといくらでしたっけ？これまあ大体120万、90万。簡単に言うともうね、200万。うん、ごめんなさい、ちょっと言葉を失っちゃったんですけど、僕あのてっきり1台だけだと思ったんですよ。うん、俺も1台だけだと思ってた。何してんすか？
ってやって200万よく奥さんから言われてるじゃないですか、はい、お尻は一つしてないのに。そうだからアイコス2つ出してる。そういう問題じゃないですか。そういう問題じゃないですか。ただ、はい、違うの。これは皆さん、僕がすごいギリギリまで悩んでて、はい、書類を渡したら、はい、高野社長がナンバー2つ取っちゃおうと、まずはまずはそんなねそんなノリでバイクって買えるんですか。そんな買えない。皆さん買いませんよ。そうどうしてもってずっと俺がぐち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 をめめしいこと言ってるから、高野さんがまずはナンバー2つ取ろうと、はい、あとはもう選んでくれと、はい、うん、そんなもうありがたいことに特例ですよね。びっくりしてよ、ナンバー今2つついてたから、はい、はい、ということで高野さん、はい、ゆいちょー CB スーパーフォア、こちらを、はい、買わさせてください。はい、よろしくお願いします。買わさせてくださいってもうついてますけど、納車ということで、はいはい、後でちょっと、はい、お会計とローン組みますんで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあちょっとエンジンなんかかけてみていいですか。はい、大丈夫ですよ、はい、ちょっと待った。間違いない、やっぱこれだ。うん、あとキャブ車、キャブ車っていうことはな、今のバイクも車もコンピューター制御されてるんですよ、うん、だから自分がいじるとなると結構大変なの。このキャブ車だったらもしかしたら自分でできるんじゃないかなと。それとやっぱり僕はやっぱり最終的にこのホーストの魅力、あと4発、その4発で街中こう走りたいななんて思ったんです。高野さん、これの、はい、このスペック3のこの僕はまあシルバーを選んだんですけど、はい、これ状態はどんな感じですか。これほど状態いい車両はなかなかないと思います。でホイールなんかも中心付近なんか結構普通は汚れて、ブレーキの出しとかで黒くなって、うん、染みちゃってるんですけど、まあ、前乗った方が丁寧に乗られてたんでしょうね。でよく錆びるこういったボルト類のところもこれ交換してありますよね。前のオーナーさんがかなり大切に乗られてたんだなっていうのが分かる1台ですね。これだって何年前のやつですか。2006年とかなので、はい、16年前ですか。そう、16年前のものって結構ね、剥げちゃうの。やっぱりあと、ね、まあ、雨の日この人多分乗ってなかったと思うんですけど、前のオーナーさん。やっぱりこういう中にいろんなものがこう入り込んだり、しかもその入り込んだものがこうサビになったり、腐食して、こういう塗装が剥がれちゃうんです。これ、再塗装してるんですか。してないと思いますね。じゃあ本当にじゃあ綺麗なまんま残ってたってことなんですね。うん、あとこれスペック3で、はい、あれ枕変わってますよね。枕は森脇の車検対応の枕に変わってます。リップオンタイプですね。サイレンサーだけ。あ、そうなんですか。はい、これエキゾストは純正です。あ、ここまでは純正なの。あ、純正です。あ、そうなんですか。ケツ の, サイレンサー部分だけが変わってるタイプですね。この色ってこれチタンですか。これはそうですね、チタンのタイプ。これかっこいいですよね。うん、あと変わってるのがハンドルがハリケーンの下がりのアフトハンに。あ、ほんとだ、これ乗りやすそうだな。これチカチカ光ってるのこれなんですか。これ HISS っていう、鍵の中にチップが入ってるんで、これがチップが入ってない鍵だとオンにした時にこの HISS がつきっぱになっちゃうとエンジンかかりません。おお、なのでこの鍵を例えば合鍵屋さん持ってって、はい、合鍵で鍵作ってもチップ入ってない鍵だとエンジンかかんないんですよ。やらしい話、やっぱりね、僕もお金を出す人間だから、いろんなバイク屋さんのサイトだったり他のスーパーフォア見に行ったけど、こんな状態がいいものはなくて、それでこの間オークション行って、はい、買えるだろうなって言ったら届かず。そうです。だからタバコをやめ、はい、これからちょっと高野さんのところに、あそこのね事務所に行ってローンの手続きをもうちょっと頭に洗ってしようかなと思います。はい、はい、じゃあこれで、はい、あとはこちらのところですね。わかりました、はい、確認ですね。はい、一応ちょっと、わかりやすいように
品でいただきます。はい、ありがとうございます。すげえ、はい、ありがとうございます。じゃあ、そちらの方をお願いします。Hey, I got a confession. Been losing all momentum. Just because it's easy, well, that don't make it better. I wanna dig my hands deep down in the dirt, take a walk along the street if I'm feeling desert. All of this convenience just doesn't work for me.まあ今回、これ納車したじゃないですか。はい、今後このバイクでどうしていくんですか。やっぱりね、はい、僕が初めて親にこうお願いして新車で買ったバイク、やっぱりなんだろう、そこにねやっぱ思い入れがすごいあるのよ。もううちの親父はまあまあ死んじゃったけど、うん、だからってねもう一回これ乗っててなんだうちの親父が喜ぶっていうことはないけれども、今のこの年でその時もカスタムは一切できなかったの、お金がなかったから、うん、10代だったからね。そうだけど今のこの僕だったらこうカスタムして街乗りを気持ちよく走れるかなと。多分今若者の方も注目してるバイクだと思うんで、なんかそういう人たちとも仲良くなりたい。あといろんな、まあ僕もまだこれスペック3を手に入れたわけじゃ、まあ今買いましたけどまだまだいじり倒してるわけじゃないんで、いろんな人と交流しながらなんか情報を聞きつつ、僕も最終的にはなんかまあいろいろ刺激し合いながら僕も独特のこの CB スーパーフォアにできたらいいかなと。そうやっぱりね憧れる街乗りバイク、にしたいなと。やっぱりそうだね、だから普通あんだけバイクあったら他いらないじゃんと思うけど、どうしてもやっぱりね、うん、親父との思い出のバイクをいじりたいなと、はい、そう思ってます。